よし、音が続けていく。いやー、なんかあんま進んだ気ならんな。なんかどこいっぱい増えた。アムロと、あー、さっきこっちかな。なんかマラティブちょっとでも強くなってくる。カミユか。おお、サングラスか。この前プレ版でこのクワトロバジーナのサングラス売ってたんやけど、さすがに即ソールドアウトした。休みの日合わんかった。子供らやから、ね、こいつらもまだ3つ若いよ。どう見ても。カラーリングがすごいな。あんな真っ黄色のカッターシャツなのに黄色のハイネック。ジュドーバー使ったけど、カミーユまだ使ってない。カミーユ枠はまだあるはずないけど、てか V かなんかの。あーでも後半バイオセンサーですよね。スチームでやるとあのなんかロボットのアニメも、あのゲームも結構面白かったり、いかんせん操作性っていうか難しかったり。あの攻撃に段数もあるし、ね、おお、よかった、ナラティブ改造しとって。ナラティブ改造してなかったらきつかったのに、逃がすけど。いや、案外、案外いいやろ。
シビア。こいつらのバックにいるわ。めっちゃ高いよな。出力調整かける。インコム射出。てか劇場版のやつも先行の発動だよ。こんなところだ。ナラティブこの前見たんやけどな。もう内容また忘れてる。あーやった、インコム、インコム。あ、そっか、三角形、三角形三やったっけ。一旦どこでついとったやろ。こっちかな。1、2、3、1、2、3、ここでいっか。え、なんそれ。めっちゃなんか背中にリガチーついとる。来ないでくれ。何それ、何それ。何それ、何それ。何がリック・ディアスとマック・トゥーが重なった。ギラ動画前やな。こんな時は狙いがつけづらい。ギラ動画7800硬いから気がつけた。なかなかいい攻撃だが俺には通用しない。降りかかる火の粉は払うまでだ。この全てこの一撃に込める。おお、これ逆怪盗ランマ。まああれだ、桜大戦自体が昔もマスメゲームに。スーパーロボット大戦出て当たり前なぐらいのあれやったかな。
これ何マーク2。なんかリカジーみたいなシールドあるついてる。フルアーマーガンダム、フルアーマーガンダムマーク2だ。また微妙なとこや。フルハンマーガンダムマーク鉄壁不屈ってお前らどんだけ守る気満タンやねん。
手術使えたら言うことないねんけどな。普通に連続ターゲットされる。さすがに全然ダメか。ここが一回届きそう。射出！の方が焼き切れる。おお。なるかな。違う。味方の数が多すぎな。神湯は空手やってるから普通にクワトロ避けそうや。一応あれ軍人やからな。で飛んでバズーカ撃ったりとかするか、ゲリラ戦みたいな。